街中に着いたけど、二人を温められるだけのお湯なんて。大きな浴場でもあれば話は早いんだけど、とにかく街の人に聞いてみましょう。おう、待ってろよルフィ、ロビン。ねえ、お湯はこっちでいいの？そうね、違うかも。他の道を探しましょう。みんな、上を見て。あそこの煙突、蒸気が出ているわ。確かにここにはお湯があるんだが、すまんが。お願い、仲間。無理を言うな。まあ、俺の工場の前で何の騒ぎだ。あ、アイスバーグさん。知らねえ顔だな。俺に何か用か。心音も脈拍も正常だし。チョッパー、ロビンちゃんは奥のベッドで休んでる。体力の消耗が激しいけど大丈夫だ。助かったわ、アイスバーグさん、ありがとう。いや、構わねえよ。それよりお前ら、フランキーのアジトを探してると言ったな。あいつのアジトは町外れの地下水路の先だ。ルフィ、まだ無理しちゃダメだ。アイスのおっさんに肉食わせてもらったからもう大丈夫だ。それより
フランキー一家のアジトは地下水路の先だって話だが、前に行った時は海岸の方になかったか。そういや、みんなと言ったな。あのふざけた形の家のことだろ。ここはメモリアよ。その辺は実際と違ってるんじゃない？それにアジトがもう一つあるって聞いたような気もするし、とにかく地下水路に行きましょう。ウソップは前も連中にひどい目に遭わされてるし、心配だわ。ねえ、あんなにカチコチだったのに本当に大丈夫なの？おう、触ってみるか。ちゃんと伸びるぞ。別にいい。私の出番ね。いたぞ、フランキー一家だ。誰だてめえらは。ここはフランキー一家の縄張りだ。命お、こいつ麦わらのルフィだ。賑やかな奴らだ。勝手に騒いでやがる。お前ら邪魔だ。そこをどけ。ふざけるな。何わらだろうが関係ねえ。みんなでやっちまえ。きっちり肩をつけるとするか。危機急騰流アシュラ一無銀。やるな。どうってこっちゃねえ。アームポイント黒点ロゼを導いて。やるな。なめないでね。こう見えてなかなかやるわよ。ミラーズテンポファタモルガナ。毒なんかを食らっちまうとは。敵はどこだ？ビビってなんかいねえぞ。黒点ロゼを導いて。よし、行くか。そこをどけ。なめないでね。こう見えてなかなかやるわよ。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。やりや
その程度だな。俺に任せろ。これで大丈夫なはずだ。おう、助かるぞチョッパー。その程度か。何？やろうっての？行くわよ。一人10万よ。幸せパンチ。やりやがったな。一刀流、いよい、シッソンソン。くそ。怪物のパワー見せてやる。やったー、倒した。もっともっと、俺は強くなる。お前らなんかアジトで兄貴にぶっ飛ばされちまえ。だがそのアジトにも行かせんぞ。おい、バルブを開いて水の壁を張っとけ。わかった、任せとけ。あいつらバラバラに逃げていきやがった。それに水の壁ってなんだ？何でもいい。フランキーのところに行ってウソップとメリーを取り返すぞ。水の音がする。スイッチの他にもこんなものまであるのか。手が込んでるわね。なんだてめえら。フランキー、ウソップとメリーを返せ。兄貴、こいつらだ。俺たちの邪魔をしやがったわ。そうか、てめえらか。子分たちを可愛がってくれたってな。スーパーなお仕置きが必要なようだな。さすが兄貴だ。兄貴、やっちゃえ。フランキーはこんなやつだったか。改めて見ると感じ悪いわよね。調子に乗りすぎだパンツ野郎が。
きなりやる気満々じゃねえか。いいだろう、相手してやる。俺はこの島一のスーパーな男ウォーテ、そうだ、俺は人呼んでワーオ。フランキー、 おめえら全員覚悟しやがれ。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。やりやがったな。きっちり型をつけるとするか。一無銀やった。空洞バーン。やるな。サンダーランスクンボ。やるな。その程度だ。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。トゥアームポイント黒帝ロゼオビチエリー。やるな。きたねえな。きっちり型をつけるとするか。ウルトラやった。くそ、パンチ。くそ、違う。ディアブルジャンブフランバージュシャット。くそ、効かねえな。一人10万よ。幸せパンチ。やるな。その程度だ。これで大丈夫なはずだ。おう、助かるぞ、チョッパー。きっちり型をつけるとするか。おい、クソコック、見てられねえな。クソ、空洞バーン。やるじゃねえか。
お前ら無茶しすぎだぞ。助かったチョッパー。おう、切り替えがありそうだ。次はどいつだ。こっちのフランキーもすっげえ頑丈だったな。後ろからの攻撃には弱いがな、狙撃キングに針を刺された時めちゃくちゃ痛がってた。いい調子だ。私の予報はヒヒヒ。待て、お前ら。そうか、おめえらがこのお兄ちゃんの仲間なのか。ああ、何の話だ。船を解体しようとしたらこいつが出てきてな。話は聞かせて。何、どうしたの。いや何も言うな。おめえらの旅路は俺のハートを揺さぶったぜ。この船との絆を、命を落として守ってきたなんてな。チキショー、泣かせやがるぜ。まったくおめえらはスーパーな船乗りだ。ウソップ、お前あいつに何を話した。あの時と同じように俺たちとメリーの話をしただけだぜ。あんたね、一体どれだけ話を持ったのよ。なんだお前は、気安く話しかけるな。どこかで見た顔だと思ったら、アイスバーグのとこの船大工じゃねえか。お前の持っている古代兵器の設計図に用がある。おとなしくついてこい、カティ・フラム。ああ、誰らの一大工が偉そうに。急にどういうこった。そして、言ってる意味もわからねえな。待てよ、後のやつ。前に用があるのは俺たちの方だ。この一件は政府の機密事項じゃ。出会い頭で悪いが、お前らには消えてもらう。我々 CP9 は物心ついた頃より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。そして得た力が6つの超人的大義、六式。たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差を見せてやる。なんで私なのよ。サンダーランステンボ。やりやだ。ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカ。俺に勝つつもりか。乱却聞いてんじゃねえか。俺は諦めねえぞ。ビビってなんかいねえぞ。アームポイント黒点ロゼオミチーリー。これからだ。中刀流アシュラ一部銀。これからだ。
10万よ。幸せパンチ。やりやがったな。いちちちちち。ゴムゴムのジェットピストル。乱却。俺は諦めねえぞ。これで大丈夫なはずだ。ありがとう、チョッパー。切り替えがありそうだ。塩ビマヨネーズ鬼切れ。気を抜けんな。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのジェットウィン。乱却。ね、こう見えてなかなかやるわよ。サンダーチャージ。ウィンガー。やりやがったな。怖くなんてねえぞ。アームポイント確定。ロゼを導いて。これからだ。きっちり型をつけるとするか。そっちか。これで大丈夫なはずだ。ありがとう、チョッパー。おう、くっ。きっちり型をつけるとするか。そっちか。一刀流、いよい、シッソンソン。私の予報は百怪物と呼ばれようと。海の一流国は なるほど、ただのチンピラではないよ。そこまでじゃ。アクアラグナが迫っておる。遊んでる時間はもうないぞ。ウソップ。わあ、ルフィ。
て。お前、何してんだ。違う。うわっ。うっ。うっ。行くぞ。アクアラグナまでもう時間がない。カティフラムを連行する。この男はどうします。さっきカティフラムと何やら話しておったの。いや、何か知っているかもしれん。その男も連行せい。じきにここも沈む。揃って地獄に行くがいい。麦わらのルフィ、こんな弱い部下を持ったのがお前の失敗だ。後のやつを追ってウソップを取り戻す。つまり世界政府の本拠地エニエスロビーに殴り込みか。そうだ、お前たち行くぞ。あとは市長邸じゃな。いや、もうあそこには用はない。どういうことじゃ。こいつの口ぶりで確信が持てた。目当てのものはこいつが知ってる。